キバルターは、ドイツラインラントップファルツ州、カイザースラーテルン出身の元同国代表サッカー、選手。往年のドイツを代表する名選手の一人である。1FC カイザースラーテルン時代1974年に、ドイツが優勝したフ、FIFA フワールドカップを掲げるフリッツドイツ代表が、ワールドカップ、 スイス大会において初優勝を成し遂げ、ベルンの奇跡と称賛された時のエースにして、キャプテンである。若い頃は、強靭な肉体と、柔軟なボールテクニックを生かした、センターフォワードで、ヒールキック等の意外性のあるプレーも、得意とした。キャリアの後半には、中盤に下がり、ゲームメイクも担当する様になった。また強烈なキャプテンシーを合わせ持った選手であり、 ドイツ代表名誉キャプテンに最初に選出された人物でもある。現役時代は一貫して一 f c カイザースラウテルーンでプレーを続け多くのタイトルをもたらした。クラブの使用するホームスタジアムは彼の功績を称え1985年11月2日にビッツェンバーグスタディオンからフリッツバルタースタディオンと解消されている。 彼のプレイスタイルは天候に大きく左右された。晴れた日や炎天下では機能せず、雨の影響によるぬかるんだ、グラウンド状態の時に進化を発揮した。このことからドイツでは、現在も大雨の気象状況をフリッツバルターの天気と呼んでいる。これは戦争中にマラリアをかかったことが影響していたとされる。生前、故郷のカイザースラテルーンで、 ワールドカップを観戦することを心待ちにしていたが、願いが叶うことなく2002年6月17日に死去。その時は、ワールドカップ開催中でありドイツ代表は6月21日の準々決勝の試合には模章をつけて、試合に臨んだ。そして2006年6月17日、彼の4回目の命日に、アメリカ合衆国対イタリア代表の試合が、 行われた際には1分間の黙祷が捧げられた。2003年11月にヨーロッパサッカー連盟の50周年、記念を祝う UEFA ジュビリーアウォーズの際には、ドイツサッカー協会は、過去50年のドイツ最優秀選手として選出した。ありがとうございます。